願いします。では代表インタビュー始めます。やっぱり地元でこうやってキャンプを迎えれるっていうのはすごく幸せなことですし、やっぱり応援してくださる沖縄の人たちがたくさんいるのを僕も声かけられたりとかたくさんあるので、すごく励みになるというか頑張れるので、すごく幸せなと思うので、しっかり結果残して応援していければなと思います。まあ、千葉にいた時は結構投げ込んでたので、問題なく投げれたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、少し球が、はい、ちょっと上ずってたので、やっぱそこら辺しっかり調整して、やっていければなと思いました。ストレート、カーブ、スライダー、カット、チェンジアップ、スプリント投げました。キャッチャーがタミヤだったので、また同級生だったっていうのもあって、すごく喋りやすいだったので、そこはどんどんまっすぐの強さだったり変化球の質だったり、そこら辺どう悪くないかっていうのを聞いて、まあ、そのコースは、はい、高めに行ったんですけど、コースは、まあ外れてなかったので、そこはいいんじゃないかなっていうのをタミヤに言われたので、はい、球の強さあるのでそれ継続して、あとはしっかり求めていければなと思いました。今はでも本当にやっぱり小学生で投げてみないと、はい、バッターの反応を見てみないと分からないので、実際には、いいか悪いか分からないんですけど、自分のピッチングでの手応えとしては、70% ぐらいはまだ今来てるんじゃないかなと思うので、はい、あとここから 30% 上げていければなと思います。まあ、去年は開幕ローテーション入って、まあ、スタートでもとしては、すごく良かったんじゃないかなと思うので、やっぱ今年ももちろん開幕ローテーション入って、で本当に今年はしっかり1年間フルで、先発として回れるように、やって、まあ、僕自身もやっぱり新庄の近くもあるので、そこら辺を狙ってしっかりやっていければなと思うので、本当に僕このキャンプから、勝負始まっていると思うので、しっかり結果を残してやっていければなと思います。勝利よりか僕は結構イニング投げたいなって思うので、やっぱり上田さんがあんだけイニング投げてやっぱチームに貢献してるんですけど、僕も、勝利だけではなくしっかりイニング投げて、その先発としての役割を果たしたいなっていうのを思うので、そうですね、イニング投げれればなと思います。まあ、でも最低でもやっぱり100は超えたいなっていうのは思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。